悪しき予言をする人の話は信じる必要はありません。聞いて楽しくない予言を言っている人は悪魔の側にいて、正しい情報、聖なる情報が入ってこないので、それを聞く必要はありません。ある大物歌手が、今年は厄年なのでお祓いを受けた方が良いと言われていました。本人はあまり気にしていなかったようですが、周りの人に勧められお祓いに行くことにしたそうです。忙しい中、ちょうどスケジュールが空いたため、急遽近くの神社にお祓いに行くことになりました。向かっている途中に横断歩道を渡っていたところ、車にはねられ全治2ヶ月の骨折をしてしまいました。もしお祓いを受けることがなかったら、車にはねられることはなかったでしょう。自分にとって楽しくない予言を信じ、回避行動をとると悪魔の側に傾いたとみなされ、信じてしまったことになります。そうすると悪魔の力が働き、楽しくない状態が起こってくる。反対に、自分が心地よくて幸せに思うような予言を聞いたら、それが本当でも 100% 嘘のように思えたとしても信じた方がいい。聖なる側にいる人は聞いていて楽しくて心地よい予言しかしません。聞いていて心地の良い予言をする人は本物です。今日から聖なる側の預言者になってみてはいかがでしょうか。